どうもみなさんこんにちは、クロスロードです。今回は後ろにあるサイタス式の TT のレッドストーン部分をコンパクトにしてみましたのでご覧ください。実際にできたものが今立ってるやつです。全体の外見はこのようになっております。先ほどのコンパクトにしたというのは真上から平面として見た時の面積のことです。要は真上から見た時だけ小さく見えます。他のことは知らないね。本家と同様にオン、オフの切り替えスイッチもつけました。こちらが本家ですね。まあこれを改造しました。で、開発の経緯としては、何気にでっかくて邪魔なら縦に重ねちゃえ、と思ったからです。うん、それだけ。用意するものはこちら。ハーフブロックと立方体ブロックに関しては種類は問いません。黒曜石は不動ブロックで代用可能です。それじゃあ作っていこう。そんなわけで 6×2 の長方形を立方体ブロックで作ります。その上に動画のようにリピーターを配置、遅延は全て1です。レッドストーンも同じように巻いてください。それができたら動画のように立方体ブロック、および吸着ピストンを配置。言い忘れてましたが、ここにくぼみを作って上ハーフブロック、レッドストーンパウダーを巻いてください。失礼しました。そしたらこのようにハーフブロックと立方体ブロックを設置してください。できたら動画のようにパウダーとリピーターを配置。以上で回路部分は完成です。あとは黒曜石を並べて、パウダー巻いて、ピストンとスライムブロックを配置して、完成です。念のため横からの画像もう一丁横から、そして上から、これが本家。比べてみるとこんな感じ、小さくなってると思う。そんなわけでここまでご視聴していただきありがとうございました。バイバイ。